小村慶三7月20日から1978年2月7日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍少将。戦艦、武蔵の第二大艦長であり、某路三崎沖海戦では、慶巡洋艦、矢作に上艦、第二水雷戦隊を指揮していた。あだ名は、両元寺家の親玉。長野県上稲郡朝日村出身。 長野県立諏は中学校卒後、海軍兵学校卒。病のため一年留年している。海軍兵学校の同期生では、某の三崎沖海戦時に共に戦った第二、艦隊参謀長、森下新江少将、同郷同僧の戦艦、大和艦長、有賀工作大佐が有名である。ちなみに、有賀工作の父作太郎は、小村の兵学校入学時の保証人でもある。 海軍大学高校主学生、英国駐在、教育局、第二課長等を経て、太平洋戦争海戦を迎えた。従順洋艦、畜間艦長として、真珠湾攻撃、ミッドウェイ海戦に参加。南太平洋海戦では、被弾により負傷しながら、指揮を取った。その後戦艦、不層艦長となるも1943年6月8日、柱島白地の不層を離れ、 翌日、武蔵第二大官長に就任。6月24日、昭和天皇の武蔵行行を迎えた後連合艦隊司令長官、小上根一大将と共にトラック諸島に赴く。11月1日少々に進級。12月6日、第三艦隊参謀長となり、1944年3月1日からは第一機動艦隊参謀長を兼ねた。 マリアナ沖海戦を戦い、第一航空戦隊司令官を経て、1945年1月3日、第二水雷戦隊司令官となる。4月6日、天1号作戦が発動され機関である、矢ギに乗艦し出撃するも、4月7日号の三崎沖海戦で、アメリカ航空艦隊の艦載機による攻撃を受け、噴戦を及ばず、矢ギは沈没する。 小村は部下に体幹を促し、艦長の原た一大佐と共に艦に留まったが海に投げ出され、漂流しながら、戦艦、大和が沈没する姿を目撃した。その後、駆逐艦、初下に救助され生艦する。帰還後は、横須賀鎮守府参謀長就任兼、副司令兼食料担当司令として、終戦を迎えた。海戦から終戦近くまで一貫して、 艦隊勤務であった。ありがとうございます。